キックのシュルシュルラジオです。えー、今日はちょっと宇宙ネタなんですけれどもですね、最近トースポーのこのウェブにネットニュース出てたんですけれども、トランプ前大統領のね、置き土産ということで、えー、以前にもね、この番組でも話しましたけれどもね、2021年度情報機関受験法というのにですね、UFO および UAP の情報開示に関するものがあったんだと。 ね、やめる、時にね、コロナの追加経済法案というものの中にね、えー、なぜかそれと一緒に、あの、u o 情報、UAP 情報を開示しなければいけないんだというね、えー、そういうものに署名したんだと。 これはもうトランプの置き土産。まあ、ここに色々陰謀論が入って <laughs> くるとね、えー、JFK がね、えー、成し遂げられなかったあ宇宙人情報の開示などをね、最後の最後にね、トランプがやろうとしているんじゃないかと。ね これがなんとですね、6月25日ぐらいらしいんですね、その期限がね。だから6月の25日までに、海軍 FBI、CIA などの情報機関が収集した UFO データなどのね、分析報告書をね、連邦議会に提出しなければいけないと。国家情報長官や国防長官らに命じたんだということでね。それでトランプ政権下で国家情報長官を務めたジョン・ラト・クリフ氏という方が、先日、 アメリカの FOX ニュースのインタビューで、報告書にはね、説明し難い UFO 目撃情報がかなり載っているらしいんだと。で、本来はトランプが政権時代に公開したかったんだけれども、時間が足りず機密解除ができなかったと。で、公表されたものよりはるかに多くの UAP です。UNIDENTIFIED a e r i a l Phenomenon の情報が盛り込まれている。いくつかが機密解除されているんだと、すでにね。地球にはないテクノロジー。 ソニックブーム。これはね、あの、超音速飛行の際に発生する衝撃波。なしで超音速で移動する物体などがあるということを語っているんだと。早い段階で6月ぐらいからどんどんそういう情報がね、出てくるのではないかということを言われていると。まあこれに関してはね、以前にこの番組でも紹介しましたけれども、イスラエルのね、国防省の元宇宙局長がね、宇宙人はもういるんだと。ね。 トランプはそれを知ってるんだということをね、もう爆弾発言したという,う、今世界的にそういう流れが出てきて、この方はね、もう火星に地下の基地もあるし、ね、アメリカがね、えー、宇宙人と契約済みで火星のね、地下、基地で実験を行っているんだなんてことも言っていてね、このね、ハイムエシェットという人はね、この爆弾発言をする際に5年前にこんなこと言ってたら精神病院に入れられて終わりだっただろうと。 ただ人類がやっと受け入れる段階に入ったんだ、なんていうことを話していてね。まあ、こんな話、本当にね、あの、昔だったらば、あと一昔前だったらば、出てこなかったのがね、やっぱりこう、ならしを経てなのか、徐々に徐々にこういうふうに語られるようになってきているという中で、 最近最新で出たね、えー、さらにね、えー、ちょっと面白いニュースが出てまして、地球外生命が明らかにされようとしているんだと。で、これをね、まあ、ニューヨークなんかで、かなりのこう、著名人の顧問をしていたりとか、それからイギリス王室のね、えー、おかがいの超能力者であるね、レックス・ウィンストンという方。この方がね、2021年には地球外生命の明白な証拠が見られるんだということを話しているんだと。 ついに公開されようとしているんだということを言っていると。このウィンストン氏、VIP とか有名人のクライアントはね、電話相談でも700ドルだと。週末、マンツーマンでリトリートするとね、15000ドルを払う人もいるというね。<laughs> まあ、それだけの、まあ、能力というかな。響き渡ってるような人なんでしょうけれどもね、イギリス王室のお抱えでもあるという超能力者だと。 で、この方がね、今言っているのが、地球外生命の明白な証拠、それからその情報の公開というものに備えてね、人間が慣れていくのに長い時間がかかったんだと。ね、これハイムエシェットと同じようなこと言ってるんだと。で、まだそれをするね、そこに対応するのに苦労してる人もいるだろうけれども、地球外生命体はほとんどの人間がね、受け入れ段階の、ま、準備ができていると確信しているんだと。この超能力者のレックス・ウィンストンは言っているんだと。 そしてその掲示がね、2021年に始まる。ね。で、秘密文書から地球外生命体自体からの一連の開示でもたらされている。要するに地球外生命体自体からの、うん、要するに開示していこうという流れもあるんだと。で、驚くべきことが今後4年間でゆっくりと明らかになるだろうと。ねすごいですよね。これまで地球外生命体と地球との関わりについて秘密の知識は、 少数の非常に特権のある人間によって密接に保持されてきたと。政治指導者でさえこれについて知ることを許されていないんだと。えー、ただあ、このウィンストン氏自体が彼と他の何人かが地球外生命体から公式に連絡を受けていて、これから発生するエイリアンの開示の穏やかな普及を支援するように求められたと主張しているんだと。これは人類の歴史の中で最大のニュースになるね。 <laughs> この最大のニュースというの、うん。ま、ちなみになんですけれども、ね、え別の能力者なんですが、ジョー・マクモ・ニーグルがね、投資をした際に、要するに人類の最初の起源を見たんだと、始まりを見たんだと。で、そこを投資すると、どうやらそのね、宇宙人が、ね、え人間に対して、というか人間の遺伝子を操作しているんだと。 ねえ、都市伝説なんかで昔から語られていましたけれどもね、宇宙人が作った、遺伝子操作して作ったものが人類であるという話があるんですけれどもね、まあ、マクモニーグルがこういうような、投資をしたというね、えー、話もあって、いろいろとこうリンクしていくとね、<laughs> 単にね、宇宙人がいましたよっていうようなことでなくて、 我々が今まで神と崇めていたような存在であったりとかね <laughs>。まあ、世界各国で共通するような神話であったり、いわゆる聖人と言われるようなものね、キリストであったり、ブダであったりとかっていうところの正体が <laughs> 宇宙人であるということを解き明かされるのではないかというところにまでもう来ていると。まあ、これが本当にうまくいけばね、 世界中の宗教戦争が終わるということにもね、なるとは思うんですけれどもね、あの、宇宙人と、コンタクトをしたというね、えー、そして宇宙人の前席記憶があるという方と、先日ね、ちょっとこう、まあ、ある食事会でいろいろな話を聞いてきたんですけれども、とにかくね、地球人に関して宇宙人はもう呆れてるんだと、同じことの繰り返し、えー、何回やってもね、結局こういう形になるんだっていうので、うん。 呆れ果ててしまっているところがあるらしいんですけれどもね。まあこう、核の問題もそうだし、結局、内戦、分断、そういうものの中で権利を争って戦っていくというようなことが繰り返し繰り返しこう起こされるんだけれどもね。 まあそんな中でね、超度級の情報というものが出てきてね、我々が、まあ映画の中なんかで鳴らしが徐々に徐々に出てくる。今までの映画なんかでもその鳴らしを行ってきたものはあると思うんですけれどもね、ついに、ね、宇宙人がいますっていうところではなく、今後4年間ゆっくりの時間をかけながら、緩やかではあるんだけれどもね、行き着くところにまで行くと、う、ん そもそも我々地球人というもの自体が宇宙人が遺伝子操作して作ったものであり、我々が神と崇めていたものは宇宙人だったんじゃんっていうことになるようなところにまで来ているのではないかというね。 まあ本当に今年2021年六泊金星の年であるということはこれもう何回も言ってますけれども宇宙に関する情報とか天だとか祖先遡ると高いところっていう意味合いがありますからそういうものが話題になってどんどんとねーテーマ話題のテーマになってくる一年ではあると思うんですけれどもねまあまあ3月終わりにはなりましたけれどもね12ヶ月の4分の1かね終わった段階でこの前半でもう相当の 宇宙人情報とかが出てきていると。それからね、あともう2ヶ月ちょい経てばね、徐々に徐々にね、UFO、UAP の情報が開示されていくという流れもあって、またそこの情報開示であったり、 いいとかね、我々にとっての衝撃的なニュースというものが出てくるう、この流れが加速するのではないかということで、ますますちょっと注目、目が離せないということでね、ついにイギリス王室のね、お抱えのサイキックまでがね、地球外生命体に対して言及した、そんな流れが出てきましたよということを、えー、今日はお話しさせていただきました。いつも聞いてくださる皆様、ありがとうございます。